はい、やってまいりました。ボンドボディ、ボンドチャンネル、土パフォーマンスでございます。今回はまたまた新しい車両製作シリーズがスタートいたします。車両はこちらでございます。ベントレーフライングスパー。なんとこちらの車、もうピカピカ、多分新車に近い状態だと思うんですけども、なんとマンスリー組んじゃいます。すごい。そしてですね、通称フルマンのフラスパになるわけなんですけども、こちらの車両、来年のオートサロンに出展しちゃいます。というわけで、まあ、今スタローン812マンソリー製作中で、まだ完成してないんですけれども、完成してないうちに新しいのが始まっちゃいます。で、今回はちょっと第1回目ということで、まあ、車両どんな車をベースに製作するのかと、あとパーツもマンソリー一通り揃ってるみたいなんで、まあ、どんなパーツ構成になるのか見ていきたいと思います。ちょっと外観から見ていきましょうか。僕もあんまりちょっと現行フライングスパー詳しく見たことないんで、一緒に見ていきましょう。で、まずもうまず前回りが一新されております。で、今板金のスタッフが見たら、もう危ないこのデザイン、もう一番ぶつけるであろうところに、このライトとこのフェンダーとこの一体で、でライトがもうめちゃめちゃかっこいいですね、やっぱり。で、一足先にモデルチェンジしたコンチ GT に習って、このキラキラのライトと、まあ、衣装がちょっと似た感じで、で、今カメラマンがちょっとオプションなんか調べてくれたら、結構この辺もオプションでいろいろ顔周りが、顔つきが違うみたいで、今回の車はこの表面のグリルの縦の部分がメッキのタイプですね。で、なんかオプションで中もメッキにしたりとかできるみたいです。もうなんかこの辺もちょっと新しい、今までにないデザインで、そしてこっちの方もなんかこれがオプションでメッキになってたりするみたいです。とにかくクロームがこんなに似合う車っていうのも多分あんまりないんじゃないかなっていう。そしてもうこのド迫力のボディで、この辺なんか噂によると光るとか光らないとか、まあ、ちょっと確認してないんですけど、まあ、光らないのもあるみたい でとにかくボディがでかい。そしてなんかちょっと前方よりちょっと角張った感じ少ししますね。なんかちょっとロールスに近くなったというか、なんかそのぐらいこう角張ったデザインな感じがします。で、ちょっとボンドボディ年末なんで荷物がいっぱいですけれども、ちょっと気をつけながら来てもらって、横もだいぶ一新された気がします。なんかこの辺のダクトもすごく長くなって、で、ホイールもちょっとこのディレクショナルの、そしてこのどでかい、これあれじゃないの、ウルスとかと同じサイズのキャリパーじゃないかな、アケボノの8ボットだっけ、テンポットか、とてつもないブレーキが、そしてフェンダーのエンブレムで皆さんお気づきだと思うんですけれども、当然 W12 でございます。あれ現行もこれ V8 あるんだよね、さすがフラッグシップモデル。そして横もかなりなんかスタイリッシュになってる印象です。で、現行型からこのガラスルーフになったみたいです。そしてボディはちょっともう通り過ぎちゃいましたけど、ボディカラーはなんだっけ、グレイシアホワイト覚えられません。なんかソリッドのホワイト、なんかこうメタリックとか入ってる感じじゃなくって、まあ、真っ白白のボディカラーみたいです。ただもうツヤがすごい、ちょっとまあ今回入庫したばっかりなんで洗車とかしてないんですけれども、この肌がもうこの映り込む蛍光灯とか見ていただければ分かると思うんですけど、もうなんか肌がもう市販車のなんか肌でこんなのあるんだっていうぐらい、もうツヤツヤの肌です。蛍光灯が全然ゆらゆらしない。で、後ろも結構一新されてて、で、まあベントレーですから、この B マークを習ったこのテールランプと、この辺もちょっとなんかちょっとスタイリッシュになりましたよね。全体的にこの横のブレスラインが入って、で、ちょっと先に開けちゃいますけど、僕めちゃめちゃ感動したのはこのポチッ、この無音、ウィーンって音すらしない。そしてこの早すぎず遅すぎずの、いやー、もうザ高級車っていう感じで。で、ちょっと内装も見てみたいと思います。内装がまたおしゃれ、
もうな どういう風に形容していいのか分かんないですけど、ちょっとクリーム色のレザーと、あとこのウッド、ちょっと明るめのウッドと、あとこのブラウン系のレザーでまとめられてて、もうとにかく なんて言えばいいですかね、もう高級ホテルのロビーみたいな、もうめちゃくちゃ高いソファーとめちゃくちゃ高い家具とみたいな、そんな感じですね。でとにかくこの辺とかももうおしゃれ、なんて言えばローレット加工じゃないよねこれ。オプションです。あ、オプションなんだ。このザラザラのこのローレット加工みたいのが、うわすごで、当然この回って出てくる、この辺はだからちょっと一生コンジ GT と似てるけど、この辺がちょっと違う感じで、もうそしてカーペットなんかもこのなんていうの、このマットもそうだし、茶色のおしゃれで、後ろがまたすごい、これ後ろもちょっと開けてみましょう。わーわーもう下見でエグって言ってたんですけど、エグい領域に突入しております。すごい、もうちょっとわけがわからないです。ヘッドレストもなんかちょっと見たことない形に、天井もこの全部レザー張りと白系のアルカンかな。あーもう深呼吸したくなる、はい、内装でございます。このレザーの匂いと なんていうのこの高級車の匂い、すごい。もうスピーカーのグリルとかも大変なことになっております。これもうこのまんまでかっこよくない？そしてちょっとカメラマン一押しポイントとしては、立体的にこう成形したこのレザー張りというか、普通こういう立体感出すのにこうステッチ入れたりとかっていうのをしてると思うんですけど、なんとこのベントレーステッチとか入れずに 3D フォーミングって言って、多分圧縮してやってんじゃないのかな。そしてこのもうとにかく横からとか撮ってもらうとこのデコボコ具合が分かると思うんですけど、これがなんとこう自然に消えていくっていう、わけわかりません。すげえ。だってもうこの辺とかもなんかちょっとね違うね、なんかちょっと高級風になんかこうアレンジしたこう車とかってあるじゃないですか。もうそういう感じじゃないですもん。もうとにかくもう隙がない。素晴らしいです。ちょっとじゃあエンジンも見てみたいと思います。よいしょ、じゃ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 ん、すごい。エンジンはでもあんまり変わってないというか、ガラッと変えず先代から受け継いでるこの W12 で、もうぎっちり感がすごい。でも冷静に考えたら W12 でこの幅ってやっぱりすごいよね。 V12 だったらもっとあるわけなんで、まあ、その辺さすがだなっていう感じです。でここら辺はかなり新しい感じで、これ何馬力出てるの？500、600ぐらい？マジ？もうこんだけモンスターマシーンでもあり、ベースがスーパー高級車なのにそれをフルマンにするっていう、とてつもないプロジェクトが今スタートしようとしております。でびっくりなのがこの後ろのこの点、なんていうの、このフード側のインシュレーター、ここもだから 3D フォーミングっぽく、さすがにこれは普通に何ですか、モケットというか布というかですけど、これいくらするの？3000円。本当にやば。それをさらに今回、はい、万円かけて、はい、カスタマイズするそうです。はい、というわけでここからは車両を担当しているボンド東京店長、こんにちは、内山です。を交えてちょっと塗り分けの相談を、これ誰が担当するの？わからないです高橋さんに言ってくれないか。ちょっとお待ちくださいませ、うん、とりあえずパーツを全部出して並べてみました。こんな感じです。はい、パーツの構成的にはウッチーも初めて見る感じ。初めて見ます。ボンド初だよね。おお、車が作ってる、あ、大阪作ってるかもしれない。あ、本当に？そう、関東では多分初めてじゃないですか。関東では多分初、はい、結構もう前方だと、ね、プラスパーマンソリーはもう定番というか、うん、むしろ一番多いかもしれない、うん、ね、ゴーストかどっちかっていう感じ で、はい、で今回こんな感じで、前方と先代モデルとだいぶパース構成が違って、バンパー交換しないのね。しないですねもう全部アドオンでリップと、あとこの辺がちょうどこのここにちょっと仮当てしてみちゃっていい？え？
あーなるほど、そんな感じ。わからないな。あ、そう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 、そうなるみたい。これはこうじゃないですか。ちょうどだからそのバンパーの切れ目で、フェンダーとバンパーの切れ目でここが強度でしょ。そうですね、そうね。うわ、えぐっ、えぐいすごいなこれ。リップはやっぱり他のこうマンソリーのエアロパーツに習って、ちょっとここが立ち上がる感じで、ただ立ち上がりはやっぱりだいぶ低いっすね。車がこうラグジュアリーな方向の車なんで。であとはグリルのこの枠がごっそり交換ってことで、ダクトがつくんですよね、こっちは。ちょっとそーっとここにダクトが追加されるみたいです。もうすんごいね、超硬いんだこれ。本当だ、びっくり。カーボンで、折り目も今回折り目は綾折りで、はい、まあ、スタンダードといえばスタンダードな感じで、そうですね、オーダーしてるみたいです。へー。でミラーカバーか、これがちょっとドキドキなパーツだっていうのを聞いた。あれ、これ事情知ってる。え、なんか左ハンドルしか、左ハンドル用しかないから、右ハンドル用を本国で手配して、それを一緒にカーボン加工してもらったの、マーストに。あ、そうなんだ。だどこまでうまく言ってるかは未知数っていう。ただ今回これちょっと初の試み。そうです。だ通常左ハンドルしかミラーのカバー設定ないみたいなんで、まあ右ハンドルで納期見てみたいな。ああ、現品加工みたいなっていう、かなり面倒くさいことをしてるみたいです。ちょっとこれがつくかどうかはちょっと未知数なんで、こんなのもあって、であとこれが全部ボンネットみたいですね。まさかの今回ボンネット交換ということで、こんな、これが真ん中のストライプみたい。ちょっと置いてみますか。 え、これもカーボンでしょ。そう、カーボン。これは、これはなんか、そう、オプションでカーボンが設定があるから、カーボンにしたんですね。こんな感じで、で、純正と違ってダクトがつくっていう。そうっす。これだけ見たらフラスパのボンネットに見えない。ここをぼかしできない。え、え、白だ。本国やってます。なんかこうファッファッ見て、それでいいっていうこと。いや、そこはボンドボディがこう早速小競り合いが。で、僕も知らなかったんですけど、なんとここにマンソリーのエンブレムがつくっていう。こんな感じかな。こうへこんでんだね。知ってた？いや、知らないよ。PV とかパーツとか見たけど、これどうすんの？ここがだからちょっとどうするかっていう。埋めた。でもボネットは全体は白くする感じなんでしょ、うん、あとダクトを残すか残さないかっていう。ちょっとその辺を。そう、ダクトはだからボンドボディぼかせないっていうから、ここだけ、このだから裏側というか、通常見えない側を。そうですね。この縁だけカーボン。え、表出すの？え、出す出す出す。え、表出す？え、だってここにカーボンの線が入るから。え、こっちだけでいいんじゃない？ちょっとカーボン。まあちょっとじゃあその辺はおいおい。あ、これは残すんだ、じゃあどの道。それはせっかく頼んでるから。あ、そうだよ。カーボン残した方がいいかなと思って。確かにね。で、こんなボンネットで、ボンネット、これが軽自動車買えるぐらいするよ。これがまた裏もとてつもないことに。すごっ、やばいですね。やばいね、これもうとてつもないものが仕上がりそうです。そしてサイドスカートと、これサイドスカートはもうこれ、そうはどうすんだ。あ、これボルトで、ナッターとボルトでもう組み立てられてる感じで、すごい形状にダクトがついて、でそのへこみのところにマンソリーのロゴがくっつくみたいです。ここですね。そう、この辺もじゃあどこまで残すのか。なんかここはカーボン出せよって雰囲気ありますもん。確かに。だ、見えるとこまで出すのか、内側だけ出すのか。ここだけかな。
ね、まあ、ちょっとその辺は打ち合わせ で、うん、であとは今回なんとマフラー交換するってことで、はい、せっかくなのでマフラーまで行った方が、ですね、サイレンサーが見当たりませんそうですね、はい、かろうじてそうですね、まあ、コンプライアンスの問題があるから、そうですね、あんま詳しくは言わないですけど、はい、だこの見た目で十分エグいのに、まあ、でもまあまあターボなんでそんなにね、音は多分ジェントルマンな感じかなと勝手に予想してますけど、とんでもないマフラー音になりそうです。であとはリア版は下半分が交換な感じ、そうですね、この辺はなんかちょっとこう定番というか、うん、らしさもありつつで、トモヤさん、パーツ加工のトモヤさんが言ってたのは意外にマンソリーのロゴがなくなったっていう、あ、本当だ本当だ、いつも塗って消えちゃうロゴが、だからカッターに今回ロゴが入ってないんで、かなりちょっとシンプルなリアのシルエットに、であとこれがトランクのスポイラースつくみたいです、はい、だ今回はちょっとボディカラーが白だからちょっとその塗り分けが難しい感じ、そうですね、なおかつメッキも結構フルフルでついてるんで、ちょっとその辺との組み合わせが、まあ、ちょっとエレガントな感じに仕上げないといけないですね今回は。やっぱりカーボン黒いからちょっとメッキとの相性もちょっと考えもんな感じかな。そうですね、高橋さん的にはどうですか、あんまり余計なことしないでくれって。まあでもボンネットがあれじゃない、だいたい塗り分けが決まれば全体的な方向性が、終わらせたもん、いやどうしようこれ、で本来グラデーションがしたいところだけど白から黒のグラデーションだから、ね、無理というか自然にやるのがちょっと難しい、黒からのグラデーションだったらまあいけますよ。まあでもこれもやっぱ裏こっち側だけにしましょうか、カーボン出す、なんかこっち出したらちょっとくどい、あとここの境が気になっちゃうよね多分ね、だそこもこうグラデーションできたら、ああできない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 、スイッチできないって、ちなみに年末でもうボンドボディとてつもなく忙しいことになってるみたいなんで、はい、まあ、別にでも忙しいからやるとかやらないとかじゃなくて、うん、やっぱりこうベストなものをお届けしたいんで、そうですね、そうするとじゃあ後ろとか後ろ の横のダクトとか、まあ、あのままサイドスカートのダクトとか、サイドスカートのダクトもあの縁の部分だけチラッとちょっとよく見たら、あ、カーボンじゃんみたいな、そうそうそう、そんな感じでいくみたいです。いいですね、ここはカーボン、はい、内側とこのここを出す感じ、縁だけ、そう、なるほど、難しいな。あとはトランクの B マークがなんとこのマンソリーになるそうです。トランク開けるのにこう毎回これを押す感じになると思うんですけど、まあドライカーボンとはいえこの薄さなんで、まあ、ぴったりくっつくんで多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと怖いなっていうそのパーツです。グリルは塗っちゃっていいんじゃないですか、なんかここだけ、まあ、出してもこの横だピッピーだってなっちゃうから、なんか確かにない方が、うん、いい気がする。グリルは塗っちゃいましょうよ、ね、グリルは塗っちゃってください。内山的おすすめを今決めて、そうですね、お客様に相談して、はい、まあ、あと細かく煮詰めていく感じで。でこれミラーはどうするの、ついたらこのカーボン全部出した状態で出しちゃいます。あ、そうなんだ。まあでもスポイラーとかはカーボンだから、あれ下白変かな、下白変かな、 あそうか、それを交換するとここから上がカーボンになって、でもなんか黒ここが白くなると思うでしょ、そこ白く残っちゃう。でこの縁と ここがカーボンになる。まあ白でもいいかな。でも塗っちゃうとあれじゃないの、このカーボンの、ま、これマンソリーがなくなっちゃうんじゃん。いやいや違う、ここを黒く塗った方がいいかって思ったけど、でもグロスブラックがないから
ない。でも結構ミラー全然別の色の車って多いよね、うん、ここからなんかこのこういう風に生えてるやつだとちょっと微妙ですよね。なんかこう急に黒がポンって入っちゃうから、ここでクリってくるとか、うん、じゃないからね。確かにちょっとミラー悩みどころだよね。スポイラーがカーボン丸出しというかカーボンだから、まあ、おかしくはない気がするけど、黒くしちゃうった方が目立っちゃうから、逆に白のままの方がギャップがきつくないか。まあ本当にこう悩んで大変だけど、それができるのもこうマンスリーいいところ。一回つけてみてください、白で仮付けでいいから。ああここ全部ちょっと、ああツートンだとなんかこう後ろのラインがないから、プラスパとかだとこう、ああ確かにね、ここでなんかラインがないから、なんか結構違和感出ちゃうから、あんまりかな。かっこいいな。ちょっとやばいのが、キャリパーマンソリーのロゴにしないと。あ、そうキャリパーどうするの？するの？キャリパーやりますよ。入ってたかわかんないけど。キャリパーもなんとキャリパーペイント。マンソリーのロゴにしてください。ちなみに今リアルに12月15日。これオートサロン間に合うのかっていう、まあ、一応1ヶ月ありますけど、お正月休みが前後あるんでこれをマンソリーのパーツを全部つけてキャリパーを塗って、でこれホイールも変えるんでしょ。もちろん変えます。マンソリーのホイール完成するか、ぜひお楽しみに。お楽しみ大丈夫これ大丈夫ここはじゃあ今回一番の鬼門になりそうな、一応選択肢としては、まあ、塗ってこれをつけるか、もしくは埋めちゃうか。埋めちゃうか。でもなんかここにこのロゴってなんかねえ、っていうか気づいた気づかないでしょ俺らもね、さっき開けてびっくりした、マジかっつって。ここに入れる、まあ、確かにボンネットの先端とかつかないからねえ。いやこれはちょっと埋めたいな、やっぱり。まあ、ちょっと埋めるって言っても跡が出ないようにちょっと工夫して埋めないと大変みたいなんで。だってこれ向きとかどうなるのこれ。それもう一回ちょっと、これが正解、マンソリーこう進行方向じゃないの、こう、いや分かんない分かんないこれは分かんないな。でも圧倒的にない方がいいと思う。まあちょっとじゃあ埋める方向で、はい、あとはまあお客様と相談して、まあ、ちょっとどうするのかっていう感じになると思います。はい、というわけで今回はマンソリーのフルキット、通称フルマンを組んじゃうフライングスパー第1回目をお届けしました。で今回はエアロの、まあ、打ち合わせとか、まあ、ベース車両の紹介という感じだったんですけど、当然ボンド東京が作る車ですからタイヤホイールも交換予定みたいです。まあ、その辺は随時追って動画でお届けしたいと思いますので、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そしてオートサロン詳細についてはまた別の動画だったりでお届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。We'll be right back.